おだす。おだす。おだす。今回なんですけど、はい、西尾さんとコラボなんですけど、はい、2回目ですね。おお。で、タイトルは、はい、ギタリスト YouTuber に聞いた喜びと苦悩。5つの質問を考えてるんで、はいはい、今日出しますね、バーンって今。これですね。これ聞いていきますんで、もうちょっとしたら、もう後ろいるんですけど、そうですね。もうちょっとしたら。じゃあやっていきましょう。よろしくお願いします。ますいいんすか、俺なんかで。西尾だってレッキーも多分、はい、だいぶ最初の方から始めて、はい、現役で今やってる人って西尾さんぐらいですよね、いやーもうそんなもう深見さんに比べたらもう僕らって雑魚ですよ、本当に。いや、そんな西尾さんに、はい、そのギター YouTube で生活していくための、はい、その苦悩とか、はい、良かった部分を聞いていこうかなと思って。喋っちゃっていいんですか、今日。じゃあ、はい、1個目いっていいですか。いきましょう。ギター YouTube をやることの、はい、なんか魅力みたいなのってあります？今のちなみに、はい、長くやってて、はい、今の西尾さんって、はい、まあ、始めた時がゼロとして、はい、絶頂期100とするじゃないですか、はい、今どれぐらいにいるんですか、西尾さん。4ぐらいですよ。あー、ちょっと下みたいな。あ、絶頂期が100としたら、絶頂期100としたらもう10年ぐらいやってますよ。絶頂期100の4で白の低い。いやでもなんかそういう意味では50ぐらいかな。ああ、じゃあちょうど今普通みたいな感じですか。通常運転みたいな。通常運転って感じだと思う。なんかちょっとその世の中のこう情勢というか、なんかそれも変わったかもあるじゃないですか。はいはいはい、コロナとかで。そう、コロナとかいろんなのがあって、はい、なんかこうまた落ち着いたりしながらも、だから変革を求められてる時期なので、私自身最近またちょっと変わってきましたもんね、コンテンツの内容というか。そう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 、ちょっと昔に戻ってる感じするんですね。そうなんですよ。だからもうあのこの前のフェンダーの動画とか見たら、はい、明らか俺数字低かったんですよ。で3日間もう下げ下げの日々だあれは暴力の日々だよ。裏でやっぱ操作されてるんですかね。されてましたなんかの組織に俺を潰そうっていう動きがもう見えてるんですよ。じゃあこれまでやってきて、はい、なんかその魅力というか、はい、魅力ね、ギター YouTuber 生活することの魅力みたいなのあります？はい、あ、でもなんかこうやってなかった頃、やってなかったというかやり始めはもうなんか何もない状態でやってるじゃないですか、はいはい、で長いことやったら、はい、なんかこう、あ、西尾さんだとかって言われるのがポツポツ出てきて、はい、そこはなんかやってきてよかったなとか。あ、結構声かけられて嬉しいタイプというか、別に嫌じゃないですか。嫌じゃないっすね。結構認知されてきて嬉しいみたいな。そうそうそう、それはなんか魅力というか、やってきたことがあ、ちょっとこう広がってるなっていうのは感じますよね。あ、うん、僕もそうっすね。なんか僕もあんまマスクとかつけないですけど、はい、ヒロキによく言われるんですよ。よくその堂々いけますねみたいな。結構嬉しいんで声かけられるの。確か嬉しいですよね。なんか別に全然苦じゃないというか、なんかもうここら辺であれあれって言われてるの見たら、あ、もうちょっと来てもろてええねんみたいな。電車とかめっちゃあるっすもんね。これ一回あったのは大阪の電車で満員電車だったんですよ。でもなんかこう、あ、こうキツキツでプシューって閉まりかけた時に誰かはじきたんですよ。あーって来て、ほんならそのおっさんっていう子あーってなって一緒に入ってきたんですよ。その人俺のこと知ってて向かい合わせで二駅ぐらいずっとあれはなんかね、すごいなこの奇跡の。じゃあ結構充実はしてる、トータル的に見たら充実はしてる感じですか、その。あー、でもね、やりたいこと自体もこう、ね、認知度があればちょっと進められやすいじゃないですか。はいはいはい。だから多分そういうのはね、やっぱやっててよかったなとは思ってますね。確かにやりたいことで生活できるってなかなか、うん、いや、なかなかないと思う。でも確かに、ね、まあ、それは充実してるっすよね。毎日ギター弾いて、はい、音楽でやっていけるっていうのは。確かに。じゃあ西尾さんが思う、はい、ギター YouTuber をやっていく上で、はい、ギター以外に求められるスキルみたいな、なんかあります？例えば営業力だったり、はい、なんやろ、コンテンツ制作能力とかアイディアの力とかあるんですよ。ギター以外も絶対いるじゃないですか。はい、あります、あります。何が一番西尾さん的には？笑顔です顔で
顔で行くみたいな。これしてたらもう仕事わっさー入ってくるでしょ。はい、ほんまに。なんかめっちゃ吸うなってます。ちょっとスイッチ今スイッチちょっと今スイッチ切れちゃったんですね。いやいやでもね、でもギターだけじゃ多分無理っすね。いやいや俺ほんまにそこはねめっちゃ感じることがあって、ギター上手いけど、まあめっちゃ上手かったとするじゃないですか。でも若い時は上手かったら、例えば10代ぐらいの子がギターめっちゃ上手かって。でもなんか人間関係そんなにでも、はい、なんかおすごいなこのガキってなって採用されるわけじゃないですか、はいはいはい、20代ぐらいになってもめっちゃうまかったらなんか人間関係そんなにうまく作れなくても、あもう若いねってなるじゃないですか、はい、30歳ぐらいからギターうまくても人間関係のバランス取れないやつはこいつなんか面倒いなってなってきて、はいはいはい、なんかねそこら辺ぐらいからなんか俺が最近思うのはギタースキルがある程度あってなんかこううまいこと調和取ってくれる人の方が、はいはい、俺いいような気はする。あだから、はい、コミュニケーションはやっぱり重要。いや俺はすごいもうむしろそっちの方がいるかなと思う。まあ、でもその世界もそうっすよね。ねえそうっすよね。絶対。じゃあ次、はい、そこれまで活動してきて、はい、その苦労というか、はい、一番困難にぶっちゃった瞬間みたいなのあるんですか。 ありますね。いますか。あのね、いや今かもしれない。この後あのハイテンション、ハイテンション言っていいのか分からないですよ。いやリアルね、苦労と困難で、まあでも個人クリエイターやってる時点ででもめちゃくちゃあると思うんですよ。僕もちょっと分かるんでその、せーので言いましょう。一番の苦労ですか。あ、俺どっちやろな。どっちかな。じゃあちょっとせーのでいきますね。1位を言おう。一番苦労、あーでも俺もねちょっと待って、どっちだろう。いやこれ今でもな、どうやろな。 いいですか、せーので。はいはい、じゃあいきます。せーの。お金、事務作業。事務作業、事務、あ、なんやろ、人との連絡とか、うん、音楽以外の事務的な作業ってめっちゃあるじゃないですか。意外に。確かに確かに。確定申告とか例えばね。あーはい、先方との連絡とか。あーはいはい、それはやっぱり億劫というか。あ、そうなんや。なんかクリエイトしてる時にメールポンってきたら、うん、もうなんか意識そっち、さっきこっち返さなってなるんで。あーそっか、はいはい、結構あれなんですよね。でもすぐ返すようにします。キャッチボール球取った瞬間投げるみたいな。あーそう、俺意外とそれあんま苦じゃないかもしれない。あー俺お金やな。あ、生活費ってことですか。生活費も込みのなんかいろいろこうお金の現状、一応ギターだけでいけてるんですか。ギターっていうか笑顔だけでやってる。笑顔だけで食べてるような感じです。あ、僕もそうっすね。僕こそそう。ほんまや、俺ら顔で食べてたよや。ギターちゃうかったわ。もうシンプルに収入が少ないってことですか。労働に対して。ああ、そうそう、収入が少ないってことですか。やってる時間に対して。だから例えば10時間働いたらアルバイトしてる人は、はい、かける時給が発生するわけじゃないですか、はいはい、全然そんなんじゃないもんね。あ、なんかこうパパッとやったものでドーンっていったらその分入ってくるけど、はいはい、なんかめっちゃ時間かけてやった割にこう少ない時って結構あるんで。あ、だからやっぱり、あ、みんなが見たいものとか求められてるものをやんないとダメなんだなとかって思いながらも、それやりすぎるとなんかこう楽しみが減りすぎるんで、続けるのが困難になってくるんで、なんかやりたいもんやってるとやっぱちょっとこう収益が減る。でも好きなギターをやってるわけじゃないですか。はい。それでもやっぱその長時間やってると苦痛に感じるもんなんですか。ああ、そう、ギターの中でも多分こうやりたいのやりたくないのってあるじゃないですか。ああ、はいはいはい。それ結構深いですね。そう。俺はそれが多分すごいあるんだと思う。なんか演奏が好きとか制作好き、うん、でもこうな、例えばライブの準備はちょっと面倒くさいとか、はいはいはい、うん、まあそういうことですよね。音楽の中でも。そうそう、だから俺で言うならギターとかでなんかの曲をコピーしてくださいとかっていうのは死ぬほど苦痛かもしれない。ああ、そうなんですね。うん、でもやればそのスイッチが入るんですけど、それまではなんかすごい自分に対してなんかなんでこれするんだろうなみたいなのがあって、はいはいはい、だそういうのとかは結構こう苦痛で、はい、活動面で何かあります。活動というか、うん、
まあ、例えばその、はい、遠征に行くのが大変とか、なんかもう軽い部分でいいんですけど。いや、活動面はね、あれ特にないんですね。あんまないかもしれない、うん、かな。意外と。じゃあ最後に、はい、まあ、10代20代のこれから YouTube を始めようとしてるギタリストの人に何かアドバイスがあれば、アドバイスあります。仮に自分が過去に戻って今から始めるとしたら、はい、これは気をつけるみたいな。ビジネススキルを磨けた方がいいかもしれない。僕もそれと多いですね。ねえ、はい、結構重要ですよね。結構俺重要、あのね、稼いだいけちゃいけない空気あるじゃないですか、アーティストって。そのお金のことを言うのは良くないみたいな、それ結構首絞めてるっすよね。俺そこに対してはすごい半々の俺がいてて、はい、そうじゃなくて音楽だと思う反面、その反対には結果的に俺思ったのは、でもなんか誰かからお金をもらわないと活動できないわけじゃないですか、はい、でなんかいや音楽はそんなお金のことなんか言ってたらダメだって言ってた人も、はい、例えば誰かのサポートしてたりするじゃないですか、はい、結果的にその人たちが稼いでくれたお金を我々に来てるわけだから、はい、だから別にやっぱりビジネススキルで自分が稼ぐっていうことを、はい、やっぱ自分も高めていかないとこれからはちょっと厳しいのかもしれないですね、時代的に。まあ、特に最近あれですよね、ウェブマーケティングというか、うん、その SNS を使いこなすスキルみたいな、はい、あれを勉強した方がいいですよね、絶対。全然違うと思いますよ、多分。質問ですか？質問。この YouTube ギタリスト2人に。あ、そうですね、我々に。まあ、フリーでやってらっしゃる、はい、と思うんですけど、曜日感覚ってありますか？あないね、確かに。その鼻筋とか。俺は最近、はい、この外に出るようになって、はい、スケジュール入るようになって、はい、だから戻ってきたけど、はいはい、ずっと作業してた、ま、去年とかは、はい、全くなかった、予備感覚。あ、そうなんや。もういつでも一緒みたいな、一日、あ、そうか、別にその曜日何曜日でも一緒みたいな感じだったから。時間とかってどうなんですか？その要は何時に寝てもいいわけじゃないですか、あの起きるのも。その辺とかってなんか最初はもう自由やったよ、はい、眠たくなったら寝て起きた時に起きるみたいな。はいはいはい。でもなんかもポテンシャル全然違うんだよ、今はちゃんと朝起きて、はいはい、夜にちゃんと寝るってしてからなんかその一日のエネルギーが全然違くて、でもちゃんと運動して飯ちゃんと食ってみたいな。おっさん臭いおっさん臭いけどもう全然脳がちゃうから次の日の。自分の中でこうタイムスケジュールをちゃんと決めてやってるんですね。西尾さんはどうですか？いや俺ね、はい、結構もう崩れたことあんまないね。バイトしてる時もなんかそういう朝8時前後に起きて、その後もなんかこう食えるようになっても崩れたことは一回もないかもしれないです。でも大丈夫、なんかある気になること。さっきお金の話だったと思うんですけど、まあ、言える範囲であれなんですけど、はい、なんか例えばそのショッピングローンとかなんか高い買い物とかあるじゃないですか。はいはい。そうなんかまあ家借りるとかでも、はいはい、そういう時ってなんか職業書く欄とかあるじゃないですか。なんか自営業になると思うんですけど、なんか正直に言うんですか、こう YouTuber ですみたいな。あ、俺は全部正直に言ってますね。俺も後ろめたさはないかな、そこに。うん、やっぱ通りづらいんですか、審査。審査は通らんよ。まだ全然、特に、はいはい、その不動産の人が言ってたのは、その家を持ってるような家主さん、はいはい、やっぱ高齢の方が多いから、はい、やっぱりまだ全然この、まあ、理解がないですよね。はいはいはい、まず通らないと思いますよみたいな言われたの。なんか機材とか何十万単位とかあると思うんですけど、そういうのは基本もう一括とかで買うんですかね。あ、多分それ何十万とかのローンは普通に組めると思うんで、さすがに。あ、なるほどなるほど。特にギターとかやったら。でもね、俺ね、意外とバイトしてた時の方が買ってたな、機材。それ分かります。なんかもう最近不安になってきて、相性なんか増えても収入、はいはいはい、要は、うん、もしかしたら来月すごい少ない感じやったら貯めちゃうというか、ある程度持ってないと不安やから使おうってならんねん。まあ、なんかその自営業ならではですかね。生活は全然変わってない。そうですね。
確かに。いやまあそんな感じで、はい、結構いい貴重な話聞けたんじゃないですか。マジですか。そうですね、俺でよくでもそんな結構若い人の YouTube 始める率高いじゃないですか、ギタリストとかで。あ確かにね。何かねこれ得てもらってね、これからの活動の糧にしてもらって、ね、確かに、はい、じゃあこの後ちょっと気合い入れてね、西尾さんの方の企画ありますんで、あの概要欄貼っとくんでよかったら見てみてください。お願いします。はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ最後にちょっと告知、告知入れときます。あ、俺の告知ですか。おまけで挟んでおきます。あの4月22日に新宿でライブしますんで、よかったらお願いします。あの僕らの動画最後絶対落ちて決まってるんですよ、はあ、一番最後に、はあ、ちょっと面白い感じでいけますか、ね、わかりました。4月22日絶対来いよな。ありがとうございます。ありがとうございます。